都市伝説テラーの小焼きがやりたいことを全部やるチャンネル怪しいな小焼き S ログでーす。小焼き S ログ、これいつもかん、どう合ってる、あ、まあ、ギリ、いや余計なか、そう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 、それ S です。え、何の S ですかと、なんか横にミクさんいますけど、柴村恵美子さんの、柴村恵美子さん、違うんですよ、柴村恵美子さんです。いや違うんです、違うんです。そんな、あの、もうね、その素晴らしい柴村恵美子さんとは違いまして、私、イクピネス大天使です。シドロモドロですけど、今のテンポが大丈夫と思ってるの、大丈夫だと思ってないですよなんで、うちの代表がですね、今日隣にいるんですけども、うちの代表なんで代表やってるか知ってます？なんでですか？柴村恵美子さんこと斎藤育子さん、いや違うんですよ、名前は違うし全然違うんですよ。はい、まあ弊社育島ドットコムの代表取締役社長であられるんですけども、うん、なんで僕が社長じゃなくて彼女が代表やってるかというと、うん、僕を絶対に裏切らないっていう安心感もあるんですけども、鋼のメンタル、なるほどねそう、一説だと鋼って言われてる、鋼の錬金術師みたいな訳し方してそう、この子はね絶対に折れないんですよ、かっこいい、そう、本当に折れてもすぐ復活するんですよ、鳥、うん、それ何ね、タンポ歩いたら忘れるから、そうそうマジでイクちゃんはね、どんくさいんですけど、めちゃくちゃねメンタルケアが上手で、おーおーおー、どんな状態からでもメンタルを持ってで来れる、持ち直すことができるっていうね、常になんかベホマツン捉えながら歩いてるみたいな捉えながら歩いてる、そう、すごいですね、僧侶タイプのね、あの女の子なんですけど、うんうん、今日はですね、自己肯定感を上げる方法っていうテーマで Vlog を撮ってるのは、まあ一個理由があって、やっぱこの季節の変わり目とかさ、今もこのパンデミックがね、ちょっと落ち着いてきたけどまだありますとか、まあいろんなことで、まあ数年前からはその社会も自分の環境も変わってきてると思うんですよ。でそんな中結構ね、メンタルブレイクしてる人が多いと。そんな中でどうやったらそんなポジティブにいられるんですかみたいな質問をめちゃくちゃいただいたんで、一応まあちょっと経営者だし、あのインフルエンサーだから、僕なりのメンタルケアというか自己肯定感をまあつまり上げていく方法みたいなのを今日レクチャーさせていただこうと思ってやっております。だから分かるよね、いる理由もね、え、全然分からないんですけどそれは分からないです。柴村恵美子さんの体験談もちょっとなんか語ってて、体験談の柴村恵美子さんじゃないんですね、さっきから誰それと思ってますけど、あのいくちゃんがめちゃくちゃ好きなメンターさんに柴村恵美子先生って、はい、がいらっしゃるんです。関西にね、年商35億稼いでる女性の方がいらっしゃるんですけど、その人もふわふわチャンネルっていうね、はい、YouTube やっていて、すごいその応援を見たら元気だよね。あ、そうです。どんなに言われるんだったっけ。もうこう大丈夫とかポジティブな言葉をこう口にしていたりとか浅い情報した。いや、違うんですよ。もうあ、そう、ごめんなさい柴村先生、ついてるっていうのをね、一緒に言うっていうね、ふわふわとかね、そういうそれだけじゃないんですよ。そうそうじゃない、うん、ごめんなさい柴村先生って、ボスキャラって下すぎませ ん次はないと思えて、せっかくファンで見てるのになんかご迷惑をおかけしてしまうようなことになったら申し訳ないと思って確かにね、はい、見てきてください。でですね、よく聞くその自己肯定感ってじゃあ何ぞやって説明なかなかできないじゃないですか。はい、そうです。自己肯定感とは言葉の通りなんだけど、ありのままの自分を肯定する感覚、うん、ありのままのまで言ってくださいよ気持ち悪い、はい、待っちゃった自分が自分であることに満足し、価値ある存在として受け入れられることということはありますね、はい、まあ、レッドイットビーと言いましょうかレッドイットゴーと言いましょうかはい、どうしました。いや、なんでずっとそれ引っ張ってんのかな自分がありのままの自分で好きだっていう人ってなかなかいなくない。外国の人って平気で言うんですよ。例えば好きな人はって言ったら、大体は彼女とか言ったり彼氏とか言ったりするんだけど、平気で言ったらお母さんとかお父さんって身内のこととか自分自身の内面とかと結構向き合う人が多くて、うん、自己肯定感高い人結構見かけたんだよね、うん、生まれ変わってもまた自分になりたいって言ったら大体の人がイエスって答えたりもするぐらい自分が好きな人も多いし、まあ、自分が誇れる自分でなかったら相手を喜ばすことができないっていう考え方の人も結構多くて、はい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 、だから自分自身が嫌いって言ってる人って嫌われちゃうんだよ、ね、なるほど。で日本人って謙虚やから自分のこと大好きって言ったら大好きって言ったらちょっと嫌われるよ逆に。まあまあちょっとね、嫌味な感じね、はい、自分大好きそういうことじゃないですか。違うすぐ言い寄るやんか本当に自己中で自分大好きだよねって言われるけど、別に外国だったら普通だったりするんで、まあそれ日本の良さでもある、奥ゆかしさみたいなのが、うん、良さでもあるんだけど、ちょっと今の時代に合ってないかもしれない、もしかしたら。だからいい部分は残してどんどん自己肯定感を上げてハッピーな未来を送れたらいいと思うんで、今日はそんなことをですね、お父さんにレクチャーしようと思ってますね、うん、はい、お父さんちょっと外国のね、なかったと思う
ネイティブでしたね。はい、ラキちゃんですと。まあ僕自体ですね、あの決してポジティブとか自己肯定感高い人間と思ってなかったんですよ。おー、そうですか。でも昔からこういう性格だったと思うんで、なんかいつからかこんな、なんか周りから言われるまで気づかなかった。だから多分いくちゃんと出会ったのも10年以上前ですけども、多分出会った時から多分こんな感じだと思うんですよ。いや、もうその時ですでにこう自己肯定感が高い方だと思いましたけどね。どういうところで？よく言えばなんかこうそういう自己肯定が高い、あんまりなんかこう言い方によってはこうなんかナルシストじゃないですけど、うんうん、こう自分のことが好きなんだなっていうことが、うんうんうん、ディスじゃないです、ディスじゃないです。アンチの方ですか？身内にいましたか？あ、でもそれを別に嫌味なく出してるんで、うんうん、なんかすごい人だなって感じです、それは。あ、そう、僕はあのいくちゃんの第一印象はおかしくまってるおばさんでしたからね。おばさんじゃないでしょ。そうですよね。おばさんの怒り方なんですよ。まあこういうのね、肯定感強いからもう笑ってるっていうね。これね、皆さんが今自己肯定感が下がってるか上がってるかってちょっと自己判断が難しい方もいらっしゃると思うんで、まず下がってる人の特徴から言うんで自分に当てはめて考えてみてください。はい、まずですね、3つあります、うん、自己肯定感が下がってる人の特徴。まず行動できない。お、はい、まあ、どうせ失敗してしまうっていうのね、つまりというか、マインドになってしまって、成功者のマインドっていうのはまあ行動力が一番重要だったり言われますから、行動がまず制約されちゃうみたいな。誰からもね、外出禁止って言われたわけでもないし、やっちゃダメって言われたわけでもないのに、今日はなんかできないなってなんとなく起きて思っちゃうみたいな。それは誰しもあるんですよ、多分ね。誰しもあるんですけども、極端に、じゃあ1年前と比べて、何の状況も変わってない今生活かって思う人は、多分1年間行動できてなかったんで、もう行動した人は必ず成功か失敗かのどちらかの結果は出てると思うよね。うん、それがないということは、失敗しなくてよかったっていう意見もあるんだけども、逆に行動してなかったからこそ成功できた可能性を潰しちゃってるのかもしれない。だから1年前の自分と比べてみて、あんまり行動できてなかったなと思う人は、ちょっと1個当てはまるかもしれないね、ということですね。いやでもそれすごいよくわかりますね。うん、ちょっと変えましたけど。はい、自己肯定感強い。はい、いい強い。はい、強い。二つ目、褒め言葉を喜べない。はい、はい、はい。ね、例えば、どうせ私なんかっていう、すごいなんか、ネガティブに考えちゃうから、自分を下げちゃうんでしょ、価値をね。で、褒めた側も困らせちゃうんですって、これ。かわいいね。いや、そんなことないですよ。これです。これですね。これです。これお手本ですから。はい。それが言えた方がいい。もうね、嘘でもいいから言っといたんや、そんなの。だって、減るもんちゃうから。だから、無理にね、なんか、おべっか使う必要はないんやけども、だって言った方も言われた側も嫌な気は別にしないやんか、そんなのね。だから、どんどん人を褒めよ。起きてる時間の中で、人に何か会話する時間って意外と少ないわけじゃん。だったらさ、喋ってる時間ぐらいは、いい言葉を使っていこうよ。お話ですよね。なるほどね。一個褒めたら褒め返されて、これでいいやんか、ね、そういう風にした方がいいなと思います。だから褒められて拗ねる必要はない。なんか嫌味っぽく聞こえてるんじゃなくて、素直になんか聞けない人いると思うんですけども、まずありがとうって笑顔で返すだけでもいいんよ。まずは自分の中をこう錯覚させるんですよ、まずね。これもちょっと後ほどまた何でかを説明します。で、次3つ目先言います。子供や周囲にも悪影響、これ大事よ本当に。自分自身だけが落ち込んでいくってことじゃないんですよ、周りにも影響を与えるんですよ、こういうのね。あ、はい、自己肯定感が低い親が子供を育てると、子供にも良くない環境で育ったという印象がついてしまって、否定の気持ちが継承されるんだって。へえ、そう、環境っていうのはね、継承されていくものらしいんですよ、うんうん、だからちょっとね、この辺って自分だけで完結するものだったらまだ自己処理でいいんやけども、子供とか家族にも影響を及ぼすなんて、それって良くないよね。やっぱ家族で幸せになるためにくっついてるわけやからさ、足りないものを補うためにくっついてるわけやから、それをやっぱマイナスに持ってっちゃうっていうのは意味がないと僕は思っちゃうからね、うんうん、この3つ今言ったらもう一回おさらいしますよ。行動できてない、褒め言葉を喜べない、子供や周囲に悪影響、これに当てはまる方いらっしゃったら、ぜひちょっとこの先もですね、慎重に聞いてほしいです、うん、はい、でも大丈夫ですかこの辺は。いや結構ね、僕褒め言葉素直に受け取れないタイプの人間なんで。そう、まあ妙はね、そう、ひねくれてるっていうのはもちろんあるんですけども、才能とかエンタメに対する熱い気持ちは持ってるにもかかわらず、あんまり周りに今まで認められてなかったと思うんですよね。なるほどね。ミョンってね、意外とね、器用なんですよ。僕のね、昔の頃にちょっと似てて、苦手なことが特にあんまないというか、そうなんですね、ある程度のことは器用にでき、まあもちろんプロレベルじゃないけど、そこそこ上手にできちゃうから、なんかね、その一線を越えれないがゆえに、なんかね、年齢とともにどんどん落ち込んでいくんですよね。昔はそれでヒーローやったんやけど、今はそれぞれの得意分野の人が出てくるから、自分を劣ってる感じちゃったりもするから。そうですね、うん、だからミョンもそういう風な時期に差し掛かってるのかと
思うから、ただね、言ってやりたいんですよ、この人に。この年代でね、ちゃんと絶対のステージ立てて歌えてる人いないから。いや、これは本当にそうなんですよね。 それね、アーティスト目指してるね、インディーズの子たちに言ったんだよ、まあ、あれで襲われんの。いや、やめてください、そういう被害あったんだから。ちょっとね、言葉選んでください、はい、自己肯定感ぜひね、あの、ミョウ様、上げていただきたいというテーマで今日お話ししております。ありがとうございます。じゃあですね、自己肯定感とどう付き合うのかということなんですね、うん、ポイントをお話しします。これ3つあります。自己肯定感には何がございます。波ってわかります？あ、波、あの、こう、アップダウンがあるってことですね。そうです、体力、環境、状況によって揺れ動くメンタルで、メンタルの強者ですら揺らぐ時間はあります。まあ、いくちゃんもありますよね。もちろん。どんな時に落ち込みますか？やっぱり寝てない時とか。あー、それは確かにな。あるあるある。それはやっぱりなんか、あの、不調になるよね、メンタルはね。僕ね、あの、ミセスの曲で好きな歌詞があって、あの、メンタルも成長痛を起こすんでしょうっていう歌詞があるんですけど、これすごい、これ好きな言葉なんですよ。だからメンタルが強い人がすごいんじゃなくて、メンタルが強いに見えてるだけで、アップダウンの波は絶対誰にもあるんです、うん、それは乗り越える時間が早かったりするんですよ、うん、だから強いって言い切ると、ちょっとそれはそれで怖いことなので、波はある。だからその下の時もあるってことをまず認めてあげるのがすごくやっぱいいと思いますね、うん、でですね、自己肯定感が揺らいだりすることやデメリットがあるということなど、客観的情報を把握するだけでも変わりますということですね。なるほどね。そう、だからそういう状況を知ることによって、あ、今そういう風なことなんだ、例えばね、風邪ひいたら自分わかるやん、熱っぽいなと思って測ったらやっぱり37度5分ぐらいあったりするじゃん。ありますね。それもだから体の異変は自分でよく分かってる感じで、だメンタルってその体温とかその出にくいから分かんないんだけど、感覚の中では異常多分感じてるはずだよ。それを認めてあげるんよ。だからそういう時はもう早く帰って寝るとか、見られたら風俗行くとかあると思う。行かねえよ、飯食うで、やってんの。そう、飯食うだ。そうそうだ、もうやめ、彼女も見てんだから毎日チャンネルこれ。嘘情報は言っちゃダメだって。相席屋で飯食ってます。やってないよ。違います、はい、どんどん。はい、で、3個目。後天的に自己肯定感は育てることができる。おー。そう、だから今更とか思わんで、生まれながらにとか思わんで、今から、今日この動画を見た瞬間からあなたは変わってるんやもん。変わりました、はい。ね。で、今変わったよね。催眠術師やん。はい。今、あなたの預金口座から僕の口座に移したくなったはずです。いや、催眠術師の、それダメなやつ。ダメなやつ。そうですね。ダメな方でね。これね。じゃあ、こっからですね、自己肯定感が下がらないための対策をちゃんとね。備えよ。ありがとうございます。2つあります。過去や他人と比較を気にしない。おー。召し上がりみたいになってますけど、はい、これね、マジでね、俺自分で言ってて自分にも言い聞かせるところあるけども、どうしても今って数字の世界なんですよね。あ、 YouTube は特にね。そう、だいぶ前だったら学校ではテストの点数、社会に出てからは営業成績だったりして、特に数字で測られてると思うんですけど、最近はそれプラス信用スコアみたいなのもあるわけですよ。おー。それは何かというと、いわゆるフォロワーの数とか、はいはいはい、いいねの数とか、いいねが多い方が認められてるって思えるんですよね。でも同じ定期とかを写した写真を A さんと B さんが同時に投稿しました。 A さんはいいねが100件ついてて、 B さんは10件しかつかなかったってことは、この人がもう10倍信用力があるように見えちゃうんですよね。だからこれは目に見えて、商品は同じなのにいいね数が違うってことに対して差を感じてしまうんですよ。そう、勉強とかの時っていうのはやった分だけその人が点数高いってことが納得できたよ、なんとなくね。でも同じケーキを写してるのにこんなに違うんだってことに対して劣等感を感じちゃうんですよ。なるほど。そう、でも味は同じやん。だからあなたが落ち込む人はないんですよっていうことなんです。なるほど。いかがですか？でも SNS があるからこう比べたくなるって結構現代的な、ね、病ですね。平等であるんですけども、平等がゆえの弊害みたいなところ、こういうところに感じます。誰も情報発信をできて情報を拾える世の中ですけども、それがゆえに差を感じてしまうんですよね。まあ、SNS に関しては永遠のテーマですよ、今。本当に僕たちもチャンネル登録っていうのにこだわって伸ばしておりますけども、だって誰かと競ってあげているわけじゃないじゃないですか。目標っていうのはもちろんあるんですけども、あいつに勝ちたいとかって思いでやってないんですよね、僕たちは。でも、やっぱり中にはそういうことを気にして、日々過ごしてる人が多いと思うな、多分な。そこで病んじゃうという。こんなに一生懸命私やってんのに、なんであの人に勝てないんやろ、みたいな。いやいや、数字でそんな勝ち負けどうでもいいから、自分が納得できることで楽しめることが SNS は基本やから、自分楽しめてない時点で、もうそれはもう負けてんだよ。楽しんだもん勝ちない。もうそういう風に考えて、楽しいかどうかで考えてほしいね。はい、それで二つ目、瞬発系と持続系の対策を組み合わせる。うんうん、はい、これちょっと具体的に言ってきます。はい、はい、まず瞬発系の対策、言葉の力。これ言い換え、まあリフレーミングっていうのが大切というふうに書いてました。はい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 。これどういうことかわかる？定義し直すみたいな。
イメージなんですよ。リフレインが読んでる？え、違いますね。なんか言い換えるっていうことですか？リフレインが読んでる？リフレインが叫んでる。あ、叫んでる。はい。ちょっとね、今ラグがありましたね。はい。まあバッサリ言うといいです。はい。まずですね、言い換えっていうことなんで、うんうん、どうしたらいい？っていうふうに悩んじゃう人、うん、もうどうしたらいいんだってミョンもなんか遠くの方で叫んでる時ある。まあ、ありました。昨日もあったなんか。あった。その場合はなんとかなるって言い換える。状況は変わってないんだけど、なんとかなるってポジティブな表現とどうしたらいいっていうのとではもう全く違うんで。あと家帰ったら皆さんなんて一言で発しますか。大体疲れたって言いませんか。あ、いますいます。これは疲れたと言わない。うん、よく頑張ったっていう。ああ、なるほど。めちゃくちゃいいなそれ。ああ、よく頑張った。だろ。ダルビー上げてるから打ち消してる、はい、まずはもう自分を褒めてくださいね。だから頑張ったから疲れたんでしょ、ね、だからいいんですよ。だって疲れないってことは頑張ってないってことだもん。だから頑張ったらいいじゃん、もうそうやったら。え、運が悪い、もうこれ運が悪いって感じしているんじゃないですか。本当に一番の人やっても本当にグラスばっかり一生当たるんじゃない。いや、よくないですよ。はい、よくないよ、ね、グラス批判は。はい、これまあいい経験になったね、なんて運がいいんだっていうふうに思うべき。おお、失敗の時ほど自分を試すチャンスなんで、またチャンスが回ってきた俺にっていう感じかな。まあ小池さんのね、よく言ってる言葉ですよね、うん、そうそうそう、またね、チャンスがピンチの顔してやってきたっていうのが僕の中のね、決めゼリフ。決めゼリフかね。本当ね、海賊王、俺は海賊王になるみたいな感じでね、うん、まあ、言ってるんですけども、うん、チャンスって、まあ、その辺に転がってるとかね、よくメンターの人とか言って、スピリチュアル系の人って言うじゃないですか、うん、そんなこと言ってもなかなか拾えないんですよ、うん、だからピンチって別に見えやすいでしょ、うん、逆にね、目に見えてピンチであるやん。その時ほどチャンスっていうのはマジで間違ってない。チャンスが来るんですよ、そういう時。だから僕も大体事故とかなんか起こった時ほど経験が増えていくんで、うん、僕前の前のね、職場のオーナーさんが言ってたけど、面接の時にね、今までどんな失敗したことあるのって言って、なんかどういう実績がありますかじゃん、どんな失敗したことあるのって聞かれて、いや、ここでこういう失敗しましたみたいなことをね、もう何も書いてないんですよ、用意しないから。言ったら、じゃあ採用みたいな、え、言われて、すごい、なんで採用したんですかって言ったら、失敗多い人間にしか多分成功は来ないって言うから、なんでかというと、生地賢い人間は成功というよりも、まあ、成金というのかな、言ったら負が裏返って金になる、まあ、実態は金じゃないんですよね、負なんですよね、うん、が大金をちょっと手にした時に小ずるくやってちょっと儲かった時に、大体失敗するのは失敗したことがないからなって言うんですよ。失敗したことがある人間はその失敗の怖さを知ってるから、それをしないために守ることを考えてリスクヘッジができたりとかするから、失敗をしてる人間の方が多分価値があるみたいなことを言っておられたと思うんだよね。それはすごい未だに僕も思ってて、だから僕のスタッフたちには、もう失敗してもミスは起こらない、でミスすることが僕は将来のためになると思ってるから放置するタイプの人間なんですね、うん、そう、だからもうミスするんですよ、人は絶対に。そこでどう挽回するかの方が多分大事、うん、そこでその人の本性が出るか、逃げるのか戦うのかって、そこで多分決まる。そこを多分見とく方がいい。だから失敗したりミスした時ほど前を向いた方が絶対いいです、うん、別に怒る人あんまりいないっす、それでちゃんと挽回したら。はい、続いて許せん、許せんってあります、言葉がね。そう、許せない、もうめちゃくちゃ思考テーマ下がりそう今。これどうしよう、これ許します。ええー、よかった、許します。私はミョンのことを許します。聖母マリアだ。キラ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 って今ね、多分言ってたかったんですけど、他にはね、まあ、重大だって思うじゃなくて、あ、そうなんや、子供の中でさ、例えばその転んじゃいました、ちょっと血出ましたって言ったら、うわーって泣いちゃいそうになるけど、大人からしたら、まあそんな、もうなんか塗っといたら治るわ、みたいな。まあまあまあ。そう、まあ子供にとっては 大事なことなんですけども、大したことない、こんな治るなるってやっぱ思ってる気持ちって、その傷にも影響するから、ちゃんとね、うん、治すことに意識がちゃんと集中するっていうか、気にならなくなるから、それをやっぱ気にし始めたら、もう長引いたりするらしいんで、気にしない、大したことないよ、なんとかなるわってやっぱ思っとくことってめちゃくちゃ大事なんで。なるほどね。楽観的すぎてもダメなんだけど、思い込みすぎても変わらへん。だから統計的には、例えば今日こたつの電源消したかなとか、あー、あるあるある、鍵閉めたっけかなって出先で思うことあるじゃないですか、うん、大概大丈夫でしょ。大丈夫。そうだ、気にしすぎてる時の方が無駄な時間過ごしてる。なるほどね。そう、でも気にしなきゃいけない時にみんな気にしないんだよ、うん、だから逆なんだよね、それは。なるほどね。だからよくある。だもうダメだ、おーっていうこと、みょんもよく言ってるやろ。言ってます、言ってます。はい、まだやれることがある。まあ、これはさっきのね、そのチャンスがピンチの顔してやってきたと一緒なんだけども、もうダメだと思う時ほどやれることはめっちゃあるはず。その隙間を通すところで自分の実力が新しく増えるから、喜ぶべきそれは。うん、っていう風に置き換え言葉っていうのが、この瞬発力っていうのは瞬発系の対策ですね、うんうんうん、他にもですね、まだありまして、好きの力、おーおー、はい、デスクに例えば好きなものを置くとか、おー、はい、好きな人や友達と電話するとか、
自分の生活のなんかスペースってあるじゃないですか、そこに好きなもので固めるみたいな。なるほどね。まあね、女の子で固めるとかですかね。そういう人じゃないでしょ。あ、違います、はいはい、デスクに好きなもの置いてます？今なんかデスクっていうものが会社の中では意外とフリーデスクなんでないんですけど、はいはい、自宅は結構割ともう本当に好きなものをバッて固めておいてます、うん、あ、やっぱね、男の子はフィギュアとか置いたアイドルの写真とか置いたりするんじゃないですか。まああとイクさんと僕だったらパソコンに好きなステッカーとか貼ってますよね。あ、そうですね、うん、で俺なんか別にね、自分のことはアイドルと思ってないけども、自分の視聴者さん、メールファンの方、まあ、ウェルチーズのみんながオフ会で会うたびにスマホのね、あの待ち受けを見せてくれるんだよね、うん、そしたらチェキ会の写真とかが貼っていって、仕事今日これ見て頑張れたとかね、いつも教えてくれるんだよ、はいはいはい、それいうのを SNS で見た時に、あ、ちょっとでもその人たちの生きる力にはなってるんだなと思うとめっちゃ嬉しくなるんだよね、うん、だから僕もそういう、なんだろうな、もの壁紙っていうのはないんだけど、フィギュアで埋め尽くしたいタイプの人間としてはめっちゃ気持ちが分かるから、なるほど、それだけも全然変わる、うん、好きなもの置きましょう。あと3つ目、刺激。これね、散歩、寄り道、早起き、5分でいいから掃除など精神衛生が良くなるムーブを積極的に行う。ああ、なるほどね、はい、なんかしてます最近。そうですね、ちょっとこう自分的にこう気持ちが落ちてるなっていう時は早起きして、例えばこう神社に行ったりとか。へえ、いいな。いいですね、まあ、僕も神社とかねよく行くんですけど、それはまあ前からやってたことなんで、最近始めたことあるんですよ。なんですか？あのエアロバイク買った。10万円ぐらいのいいやつ。そこそこしますね。そう、あのちゃんとトレーナーの友達の S 君って子いるんですけども、はいはいはい、に相談して、最初ね、なんかね80万円ぐらいのやつ送ってきたからアフィリエイトに動けないんですよ。ふざけるなんて。確かに次に送ってきたら10万円ぐらいだから、こっちでいや何が違うんって言ったら、画面の大きさが違います。どうでもいい、そんなやろうってどうでもいいと思って。画面の大きさかい。そのなんか70万円ぐらいの何差はと思って、まあ、そんなこともありまして、エアロバイクはまだ来てないんですけど、それでちょっとでもね、家の中で無駄に広い部屋を借りちゃったんで、自分のメンテナンスを整える部屋っていうのを作ろうと思っていて、そこに設置して、ちょっと毎日自転車しようかなーって。いいですね。はい、思っていて、でもう一個あって、ベランダを改造しました。まあ、昼間に充電して夜になって光るランタンみたいなのを買って、うん、でそれとスノコみたいなのを引いて、ベランダがちょっとなんかええ感じの庭、おそう、はいはいはい、椅子も置いて、はいはいはい、でそこでビールなんか飲んじゃってみたいな。なるほど、日光浴的なね。そうです、そういうものをやりました。最近ちょっと帰りが遅いから日光浴ができてないんやけど、はいはいはい、ちょうど帰った時に朝日が昇るタイミング、めっちゃいいな。方角もバチンって合うから、はいはい、朝日がバーンどんどん顔に飛び込んでくるんですよ。僕の服装パリそう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 、ピカ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 、あー溶けるグリグリストンって寝るぐらいの。すごっ。一人でやってるから、うん、椅子あと2つ買ったんで、なんか遊びに来てます。一人でやってるから、はい、心配です。はい、続いて4つ目、休息ですね。おー、はい、睡眠仮眠は取りましょう。なるほどね、ね、いくちゃんが一番言いました、はい、寝ることが一番大事です、ね、確かにね、はい、じゃあ最後に今度ね、瞬発系ってさっき言ってね、持続系の対策です。はいはいはい、はい、走り出すか。それ違う、吐き出すかな。あ、ツッコミがちょっとこう伸びてくる、心配のタイプ。怒りや悲しみは文字にすることで吐き出せます。まあそういうために SNS あったりするよね。ああ、なるほどね。そうそう、まあもちろん周りが見て不快にならないようにはしなきゃいけないんですけども、僕福岡で出会ったあの女の子が、はい、SNS でよく愚痴るって言ってて、僕正直ね SNS で愚痴ばっか書いてると嫌いなんですよ。てか好きじゃないっていうか、僕に合わないと思って。でもその子賢くて、もう一個別アカを作ってそこに向かって書いてるんですよ。誰にも見られないんですよ、鍵アカなんて。ああ、なるほど、一人のもう誰にも見られないアカウント。そうそう、はいはい、それってめっちゃおもろいと。だから世間には公開されてないんだけど、世界には載ってるのよ。なるほど、ね、クラウドには、うん、だそこで吐き出すって行為を消化してるのは、うん、いい自己完結の方法だなって。でも頭いいなと思いました、うん、で、他にはですね、準備する、備えろ、うん、はい、トラブルの対処を決めておく、オリラジだったらネタ飛んだ時どうするか決め事を作っておくなどの例がありました。へー、はい、あっちゃんだった。そう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 、ね、トラブルって絶対起きるから、まあ言ったら車だったらね、事故起こった時のために保険に入るっていうのもトラブル対策の一個でしょ、うん、だからそういうように生きてる中でも、なんかこうなったらこうしようみたいなことを常に考えておくと、まあ頭が良くなるというか、良い周到になるというか、トラブルに対して強くなるんよな、うん、こういうことが起こる前提でやってんじゃんっていう気にはなるわけだよね、うんうんうん、だからこれはすごく大事、うん、はい、で、続いて想像する。想像してごらんよ。出た、エルモみたいな、定期的にやるやつなんだ。はい、僕好きなんですよ、あの 4D のエルモが、はいはい、1年後、3年後、5年後、まあ最後、うん、YouTuber 登録者に何人になったらどうするとか、まあ、そういうことをですね、妄想するということですね。うん、まあ、これはうまいんじゃないですか。もう、将来のことを考えてたんですよね。
はい、1年後ミョン何してるんですか。1年後ミョンはまあもっとねでかいステージライブとかやってる。あ、つまり武道館のステージのリハーサル今ぐらいしてくれるな。なんか最後らへんちょっと怪しかったですけどね。その可能性も始まったかもしれないし、始まってるよね、始まってるかもしれない、はい、っていうふうに想像するだけ。ただなんです、奥さん、ああああ、ほんまに妄想したらええやん、その誰も迷惑かけへんねんからね、うん、っていうふうにもう毎日妄想しまくるとめちゃくちゃ楽しい。推し活もそうやんか。ちょっと推しの子とデート行く、もしこれややこしいな今。確かにややこしい。自分の推しとちょっとデートに行ってる感じで今日買い物行こうとかもたまやん。なるほどね。そう、めちゃくちゃ楽しいよ。推しにプレゼント買いに行こうとか。ああ、いいですね。そう、そういうふうにね、あの妄想しながらやったら、ね、実現するかもしれないよ。なるほどね、はい、イメージできた人から多分ねそういうのが勝ち抜けしたり行ったりもするんで、めちゃくちゃイメージした方がいい。そしてですね、それに通じますね。4つ目、なりきる。なりきる、はい、尊敬する人物ならどうするかを考える。ああ、そう、これめっちゃ重要だから、はいはいはい、自分ってさ、自分の中の常識の価値観しかないわけなんだから、うんうん、でも例えば自分の憧れてる人だったらどういう風な考えをするのかって言ったら、自分にはない考えが降りてくる可能性があるから、はいはいはい、そのピンチを乗り越えられたりもするから、ね、その人を憑依させるっていうのはめちゃくちゃいいと思うんだよね。はいはい、うん、うわー、ここで孫正義だったら何してくるかな。そんな分かりやすい尊敬してるんだ。あ、そうです。ただ身近な方がいいと思うな。その人のことある程度分かってる方がイメージしやすいから、なりきり率が高い方が、いい気がするね。なるほどね、はい、そして最後5つ目、喜ぶ。お、はい、もう3つのできたこと、良かったことを1日の終わりに書いてみる。ああ、よくありますね、それ確かに。そうね、だから書くことで自分の中のインプットしたものをちゃんとアウトプットできる、うんうんうん、そういう記憶が定着するっていう意味では書き出すことめっちゃ大事らしい、ね、なるほど、はい、だから僕だったらリゴライブで今日こんなことあってって喋ったりとか、はい、X でこんなことあってって言ったり、ストーリーで言ったりとかっていうことがあるから、うん、みんなも良かったことを1日3つなんとか探してみてストーリー書いてみたらいいわ。なるほどね。そしたらいかに自分が、あ、今日やったなっていう気になれるかっていうのが分かると思う。うんうんうん、はい、ということで自己肯定感を上げる方法などをですね喋りました。めっちゃ喋ってる今日。確かに。いやーすごいね。普段ね、本当に僕が無意識にでもやってることをただ話しただけなんで、めちゃくちゃ喋りやすかった今日。うん、常にやっぱこう考えてるから、まあここまでは来れたんだろうなって思う。うんうんうん、メンタルやられる子めちゃくちゃ多いから、多分ね今の現代社会は SNS 疲れするんで、ちゃんと自分との付き合い方を考えない、いい距離感でね向き合って遊んでください。楽しくなかったら意味がないんですよ、 SNS は。そもそもね、推し活もそう。疲れたらそんなんね、休んだらいい。疲れたらみんな寝るでしょ、それと同じ。ちょっと休んだらいいでしょ、そんなもんは。でまたね起きたら復活した、わーキャーかわいい、かっこいい、キャー素敵、これぞみたいなね。こや自分の対象だったんですね。すごい。一応そういう人もいるかな。メーラー多いらしいから、ちょっとそんなこと言うんですか。はい、ということで今日の自己肯定感を上げる方法は以上です。いかがでしょうか。あ、結構これは勉強になりましたよ。すごいためになりました、ね、弊社の自己肯定感ナンバーワンの人物と一番下の人がやるというか、すごい対局なんですよ、はい、今もうめちゃくちゃ低い人間ですから私、はい、もうちょっと喜んでくださいよ、はい、本当に。ということで皆さんぜひね感想をお待ちしております。そしてためになったよっていう人はぜひ高評価をしてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。まもなく15万人応援してください。よろしくお願いします。それではバイ。